2月5日2月5日はい、火曜日です。今日はね、火曜日ですね。月曜日は今日は今回週は新会なかったですからね。今日は多分2件ですね。アサヒビールさんとスマイルさん。アサヒビールさんは言わずもながらアサヒビールさんですね、大手です。そしてスマイルさんはですね、実は皆さんが大好きコノスルのインポーターさんですね。安くて美味しいものがたくさんある、そういうインポーターさんで、結構ボリュームが200種類以上出てます。そうですね、楽しみです。けど200種類朝日さんも多い、スマイルさんも結構多い、結構きつい試飲会になるんじゃないかと。はい、はい、厳しい戦いです。頑張っていきましょう、ズカちゃん。はい、はい、ね、じゃあ行ってきます。ボジョレですね。ボジョレですね。アンリフェッシー。うわ、よくボジョレヌーボーの人に少な名前ですけど、ね、ちょっとボジョレヌーボーのアンリフェッシーさんは超有名ですね。ムーランナパン2016年2850円ですね。2016年すごいいい年だったみたいで。そうだね、俺もさっき飲んでるけど、なんか本当にイチゴのようなアフターがね、綺麗に続くような。香りもちょっとイチゴっぽいですね。意外と、うん、ちょっと画面のスパイシーさと、うん、結構ベリーのちゃんと果実味がしっかりして、うん、でちゃんとタンニンもありますね。タンニンもあるね。こんな感じになると思ってなかったね。素晴らしいですね、うん、いい年ですね、これは。これ美味しいです、うん、これが村民ポイント3点はい、3点、はい、素晴らしい、いいと思います、はい。なんかボジョレの地区でこんな、ね、面白い画面があって、はい、それも3000円切るっていうのはなかなかいいですね。結構画面、食事とも合わせると面白いんで、ちょっとボジョレヌーボー以外も使ってみてはいかがでしょうか。ボジョレヌーボーで、あ、ボジョレヌーボー以外で、以外で、あ、うん、以外でいいと思います。お疲れ様です。朝日さん終了しました。132種類ぐらいです。そうですね、やはり、まあ、朝日さんのクオリティっていう感じのね、はい、やっぱりいろんな結構磨きするものが結構あって、なんかやっぱり確認っていう風な作業になっちゃうんですけども、でも今回のアンリフェッシュは面白かったですね。うん、面白かったです。いいヴィンテージですね、あれは。さあ今走ってますけど、何かで時間がないからですね、はい、今からスマイルさん行ってきます。ちょっと終わるの早いんで。そうなんだよ、4時半に終わってるからね。で200本超えるから、あと1時間2時間ないぐらいだね、終わるまで。時間できれば。じゃあ行ってきます。結構なんかその時によって結構味が違ってて、なんか疲れてる時って、フランスラングドックルーション、ジャンクロードマスのビニウス、ビザーブビオニエ、ビオニエですね。ビオニエだね。間違いなくビオニエですね。でもお値段もびっくりしました。1350円。これでこのビオニーもちゃんと出してるってことですね。うまいね。あ、うまい、うまいね、うん、うまい、これはうまい。自分たちがつけてる点数よりこれ上がるぞ。ちょっとみかんっぽいような風味、うん、ビースうまいな、うん、これ1300円だったらかなりいいと思いますよ。スプリングの 2.5ですね、うん、もう2点でも結構1350円だったらいいんですけど、 2.5 度は相当いいですね。素晴らしいと思います。これぜひ使ってほしいですね。ぜひね、はい、飲み放題も使ってほしいですね。結構この前ビオニエと春菊合わせたんですけど、すごい良かったんで、ちょっと春菊、そういうチップス欲しいの、はい、なかなかいいじゃないですか。ちゃんちょっと皆さんの目線に合わせてきたね。いつもです。ありがとうございます。こんな感じですね。楽しい感じですね。お疲れ様でございます。終わりました。あ、何持ってらっしゃるんですか。スマイルズさんが終わりがけに行っていいのか分かんないですけど、まあまあまあ、もらえる、もらえてっていうね、はい、でちょっとこう美味しいこのする選手ですね。
美味しいです。コノスルのスパークリングの美味しいやつですね。もらってきました。もらっちゃった。ちょっと泡が飲みたくて。お、いい飲みっぷりだね、塚ちゃん。美味しい？美味しいです。もういいじゃないですか。いや、今日もなかなか多かった。あ、失礼します。これはチリのスパークリングの方と群を抜けてるんじゃないでしょうか。うまいね、やっぱりね。素晴らしいです。すごい香水臭い。さすが渋谷。今ここ渋谷ですよ。はい、渋谷ですね。ここ渋谷です。はい、渋谷です。すごい香水の香りしましたね。ね、すごいプンプンしたね。ワインじゃないです、うん。今日は、まあ、2軒でしたね。アサヒビルさんとスマイルさん。スマイルさんが236本、おー、サチさんが132、132、123、130、なんかそのあたりぐらいだったね。まあ、だいたい350ぐらいかな、今日は。うん、結構さっくりって感じでしたね。まあまあ、余裕です、これぐらいだったら。やばいです、外の温度でキンキンに冷えてやがります。冷てやっぱり。冷たいです。あら、飲んじゃう、もういい飲みっぷり。いや、渋谷の街で飲むスパークリングがまた格別ですね。格別だね、やっぱりね、はい、こういうとこで飲むっていうのはね、またいいんですよ。キンキンに冷えてる、寒いけど、やっぱりこういうのもぜひ皆さんにやってもらいたい。確かちょっとうる覚えなんですけど、選手が欲しい。そうだったね。え？欲しいとかって言いましたか。そうだったっけ。都会の欲しいとかって。まあでも、うる覚えだね。そうだね。はい、使いますけどね、そのまま。はい、じゃあということで、今日はこんな感じで終わりでございます。はい、どうも。